年隊。起きてください、昼休み終了ですよ。残念でした。さ、仕事仕事。そっちかい。司令、出動ですか。うん、宣告。五木村から秋の恵みに関する情報をキャッチした。そこで夢熊隊はこのキーワードを手がかりに五木村の進行を応援する。夢熊隊出動。了解。準備完了。なお夢の下りは詳細に先方に伝えておく。司令キムカズ、隊長くまモンを中心に県民の夢実現に向け昼夜を問わず駆け巡る熱き心の住人、それが夢くまモン応援隊。2人の間には微妙な空気が流れてますが、秋の五木村、今年も暑いですね。はい、五木村は10年連続スイス日本一の川辺川が縦断する自然豊かな村です。その大自然に恵まれた五木村では、珍しい山の幸、川の幸を堪能することができます。また高地に乏しい五木村では、焼き畑農業で蕎麦などが古くから栽培されてきました。このような伝統食材を使った新たな特産品の販路を都市部に拡大しながら物産振興の充実を図っています。その一つが阿蘇ミルク牧場の五木村フェアですね。はい、牧場の畜産品とコラボした五木村の旬の幸をぜひとも味わっていただきたいです。伝統食材を使った料理も豊富に取り揃えています。また来年4月には五木の伝統や文化を集積した歴史文化交流施設が開館します。皆様ぜひ五木村の魅力を体感体験しにお越しください。五木村の秋旅を美味しく彩るのがこの道の駅です。ここは五木村の秋の味覚がいっぱいですね。はい、標高300メートルから1000メートルの五木村は冷涼な気候で、多くの農産物はほとんど農薬を使わずに作っております。物産館ではこうした五木村の新鮮な農産物や手作り加工品を豊富に取り揃えております。おすすめは何ですか。はい、農産物として九州では珍しいホワイト六片ニンニクがあります。それから水質日本一の清涼川辺川の源流を使って育てたヤマメも最高です。珍しいところでは、今や県内では五木村のみで作られている幻の果実クネブもあります。そのクネブの生産現場を訪ねました。甘夏みたいな実ですね。はい、クネブと言います。これはクネボウがですね、在来化してした柑橘だと思っております。これの特徴はですね、柚子やカボスと違ってですね、皮が少し厚くて甘みがあるんです。だから酸味が柔らかいですね。さっぱりしてて美味しい。15、6年前に果樹試験場にこのクネブを持って行ったんですね。して見ていただいて、県内にないということで、それならば五木の方で特産品にしようということで作り始めました。このクネブを使って、まあ、道の駅の方でですね、商品開発をしておりますが、原材料がですね、まだ足りないもんですから、今村の方でもですね、今年から植栽を進めております。まだやってる。本日の任務完了しました。で、五木村の秋の魅力とは。はい、山里の恵みと伝統に根ざした特産品の掘り起こしなど、村を挙げてのふるさと作りは訪れる人に元気と感動を届けるであろうと確信しました。なお番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。抽選で番組特製図書カードが当たりますので、ご覧の要領でご応募ください。過去放送分もこの番組のホームページから。それではまた来週。次回の夢くまモン応援隊は、女性活躍社会を目指すため長時間労働や非効率な働き方を見直し、働きやすい職場環境を整備するカエルモンキャンペーンを紹介します。熊本県の提供でお送りしました。